私は言ったでしょ私は言いましたよね、私は帰ってくる、少子力がかかっちゃった。実はですね、昨日手に入れたっていうのもあるんですけども、ハズベルリフレッシュが出て、ですねその CPU に合わせて、ですね Z97、H97 という新チップセットが、私の周りもですね買い替える人間が。 いっぱい出てきて、組み替えたり、買え替えたりする人間が出てきてですね。で、その度にですね、あ、この時期が来たかと思うわけですよ。なるほど。高橋、どうしたらいい?。どれを選んだらいい?。はい、はい、はい。で、今回はですね、ちょっとその中でもですね、ビデオカード。ビデオカード。それで、緊急招集。あ、それで。なるほど。いうことでございましてですね。はい。え、まあ、あの、ただ、あるですね、ビデオカードのメーカーの中ですね、今回はパリ。 パえっとねビデオカード NBA のチップを使ったビデオカードをリリースしてる台湾のメーカーなんですけどグループのメーカーなんですねパリットというその一つのブランドがあってグループ全体でいうと去年調べて世界ナンバーワンでそのパリットというあれでパリットって一体どっから来たんだろうと思うじゃないですか実はですねそれ聞いてみました 台湾から担当の人が来たんでで、どうしてパリッとっていうの聞いたらもともとはですねパレット絵の具だとかを混ぜるためのこのパレットでいろいろな色を無限に作り出していくということをイメージしてなぜかパリッとになったという日本国内ではですねドスパラさんが代理店をやっててドスパラさんで入手できるっていう。 型番の小さい方からいくとですね、えっとこれがですね、G ホース GT740 とーバークロックエディション。これがえっと GTX750Ti。Ti。はい。これがですね、超バカ売れした。へえ。NVIDIA の人が首をひねったっていうぐらい売れた。へえ。これがですね、GTX760。 ちょうどいいぐらいの感じですねそうなんですよただパッケージは780と一緒同じですよねそうなんですよこれもですねまた個々のところで説明をしますけれども GTX780 スーパーって書いてある書いてあるとりあえずですね今回4枚用意いたしましたいいっすね4枚い。ちなみにこれ今あれです780が入ってますでえと動いてるのはさっき言った通おり Z97 エクストリーム6はいでえと乗っかってる CPU がはっ外れるリフレッシュ 知らない間にもうそうになってたんですそうですそうです。<私>まあとりあえずここら辺はですねまあまあ付け足しということでそれぞれですね非常に面白いんで、えーえー、そこら辺をですね、はい、やっていきたいなと、えー、これがですねえー、GTX780、はい、えっとですねはっきり言ってですねえ,ー、えとかなりパワフルですどうしてかというとですね、えー、実はですねこれ、えー、あのコアの方がですね g k 一1 0っていう、はい NVIDIA のコードでいうと GK110 っていうんですけど実はですねと一緒へえじゃあいいじゃないですかこっちのそういやいやこっちの方がっていうのはあ上もありますねそうそうだから要するに「タイタン」っていうのは「タイタン」それから「タイタンブラック」「タイタン Z っていうふうに今ラインナップされてるんですけどちょうどねその下に当たるっていうまあぶっちゃけた話をするとですね タイタンの子どっていうか兄弟なんですよ要するにですねタイタンのちょっと簡易版っていうふうに持っていただけばその分お値段も安いところがパフォーマンスっていう意味ではタイタンに限りなく近いわけですえじゃあこれじゃないですかいやいやだからそれ目的ははっきりなんですはまず基本ですね言ってしまえばですねこれ買っときゃ間違いないだろうな これを私がんで延々と手に持ってるかというとさっきおじさんも言った三連これが実は大きな特徴なんで見といてほしいんですけどこれパリッドのオリジナルなんですよ実は今まで散々このコーナーでもやってきたけど新しいビデオカードって出てきて特にハイエンドだとこのクーラーってみんな一緒だったの覚えてます おそう言われてみりゃ四角い感じでう、えー、そう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 リファレンスデザインって言って<ー>要するにエヌビディアがデザインしたものを各社が採用してなるほど作って出してたわけですよこれも明らかに違うわけですよ最初から違いますもんね、えー、要するにこれはパリットのオリジナルのクーラーが乗ってるんですねなるほど、えー、でこのクーラー、はい、これからですねあのオリジナルのクーラーの話がですね、えー、あの 再三に渡って出てきて出きもう勘弁してくれよってくらい出てくるんですけど要するにえと冷却性能アップえとえノイズレベルえ低減えっていうことをこれ実現してるんですよここでですね「邪魔だ今日はお前は違うんだ!」でここ見て「ジェットストリーム」でここになんとなく書いてある「風」 これがあれですね。こう、こうなん、何ですか。日本をすごい意識した。違いますよ。あの漢字でもやだまですが、ナッの方が。なるほど。日本は漢字もらったんですから。そうそうそう。あのアンチョビならのアンチョビを見せていただきたいんですけど、えっとターボファンブレード。これはですね、前に私のパリットのイベントやった時にですね、ほほこのですね、ブレードを見てほしいんですけど。はい。 羽根のことですねこれがクニゃっとなってるじゃないですかこれによって騒音低減あと風量アップを実現してるっていう非常によくできた羽根であるでこれを三連にすることによって冷却能力を上げると同時にノイズそれぞれがノイズレベルが低減されてるので静かですよっていう。 これは今、こっち出してますからここ入ってませんけどここにこういう実は風のアンチョビがありましてあなるほどじゃちょっと入れてみましょうかね光るところを見せたい。でこれで一回やっちゃえばですね多分760はですね口で説明するだけでなるほど光るからねここ ちょっと間で申し上げたい。ほ、本当だ。ほれ、ひかった。ほら、ひかった。静かじゃないですか。静かっすよ、本当に。あの、昔のですね。爆音とはね、大違いっすよ。ああ。なりますよね。忘れてた。繋ぐの忘れてた。本当にね、こういう。あの、手順を忘れたっていう。ええ。改造場が手順。をあ、もう起動しちゃってた。まあ、まあ、いいんだけどね、起動。 それはちょっとビデオカードとは違うんですごいじゃないですか壁紙も壁紙一応パリッとえろえてパリッとの人に喜んでもらおうと高橋やるなみたいなそういうところは抜け目ないです抜け目ないっすいずれこうないかねまあまあここら辺に関してはいいんですけどちょっとで紹介しておきたいのが付属してるですねツールサンダーマスター サンダーメーターっていう書になってこれがですね縁でてきますパリットっていうふうになってますでしょこれでですねオーバークロックだとかそういうのを自由にコントロールできます非常に便利なツールなんでかっこいいじゃないですかかっこいいですよなんかちゃんとできてますねドカンオーバークロックってここにありますからね楽になりましたよね楽になりましたよ一応安全率だときも考えてくれたりしてるんで GTX780 超かっこいいみたいな で、お,<う>お次が760あ七7 6バーバンこれもなんかめちゃくちゃこうもう,もう4枚も欲しいぐらいの買えんじゃねえのみたいな感じの値段でしたよねじゃあおじさんみたいにお金持ちはね <laughs> あのー、私みたいで貧乏人はせいぜい2枚買って SLI かなっていう<おー> <laughs> まあ出してみましょうこれは中入ってるんで、はいえー、これでまた出し方が分かんねえとか言ったら<ー>いつも素人やな <laughs> これいいじゃないですかこれ角度いい,い,いいでしょいいでしょええー。はい、美しくてそう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 で当然のごとくですね、はい、ターボファンブレードなわけですよ<ー>でこっちがデュアルこれがですねまあびっくりするくらい売ったんですよあそうなんですか、えー、あ先ほど言ってましたねはい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 あ<ー> NBA の人からドスパラの人から 見てね、なんでそんなに売れたんだろうっていうぐらい、売れたらしいんですよね、今でも売れてるんですけど、ある意味、ですね大変なベストセラーになってしまった、お安いですもんね、そうなんですよ、気軽にひゅっと、しかも箱がでかい、重要ねそれ、すごい重要ですよね、で、理由がですね、おそらく考えるに、やっぱりコストパフォーマンス最強ってですね何でもできる。 要するにインターネットからゲームまでで音が静かでまあ裏技っ裏技なんだけどあこれでパフォーマンスちょっともうちょっと上欲しいなとかって思ってでも780とかタイタンに乗り換えるのはちょっとなコストかなって言ったらもう一枚買ってセイぐライ組んだりとかねそうですよね資料ごししまたなんかジョブスみたいないや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  ジョブスだとね全然関係ないけどジョブスってね口癖があってブーンって言うんですよ、どうだみたいな感じらしいんですけど、だろうなと思いますけどねジェットストリームの仕組み、従来の並列ファン、並列ファンってこういうふうに並んでますけど、これがですね同じ方向に回転したんですよ。ところがですねパリットのジェットストリームの場合はですね こういうふうにすることによってあの気流がぶつかることがなくてより効率的にその風を送ることができる,うるこういうことだったんですねこういうことだったんですよえーえー、もう一目瞭然とはこのことです、ね、そうです資料をご用意いたしましたすごいすごいこれ迷ったらナノロックもあるっていうことでいいんではないでしょうかなるほど、えー。ちなみに言い忘れてましたけど、えー、あのここら辺まではあの補助電源はやっぱり必要ですんで で760の場合は6ピン6ピン780の場合は8ピン6ピン実はこれがですね大きな布石になるわけですよ後々ので GTX750Ti これもですねコストパフォーマンス追求型なんですけれどもこれがですね大変なんですよあそうなんですか なんとなく通常レギュラーというかこれを比べればね箱の大きさを比べればまああれかなっていうビデオカードとりあえずよく分かんないけど差しといてもしかしたらゲームもできるかもしれないかなとかっていう人がお買い求めになるレベルかなと思うじゃないですか違うんですよこれはいやそうなんですけど実際にはこれはですねコアがですね はい、新ししくなりまマックスウェルとちなみにマックスウェルの悪魔は関係ないですからねマックスウェルというコードネームがついたあれ、えー、で要するにですね、えー、なんていうのかな、えー、ワットあたりのパフォーマンスを追求した新しいタイプのコアっていうことでエヌビディアがリリースしたマックスウェルっていうのがあるんですけど、えー、それを採用してるんですよなるほどほらびっくりでこれはですね ストーム X ですすか連でよストーム X っていうのが実は X のデザインになっているというターボファンブレードですねわかりましたでまああのオリジナルの当然クーラーが乗ってるんですけどこれですねさっき私がですねなんて言ったかマックスウェルっていうのはワッテージあたりのパフォーマンスを追求しましたっていうことはパフォーマンスの割に消費電力が小さいわけですよ はい。でですね何が起きたかええなるほどもう大体予測はつきましたあそうですか何が予測されてるんだか怖いんですけどいえいえ 750Ti このクラスですよまあサイズで見てもいいです何で見てもいいんですけどこのクラスですねこのクラスでなんとですね補助電源いらないんですよ ない実はですね他社の同クラス 750Ti クラスはやっぱり6ピンとか補助電源のコネクターが必須になってるんですねところがですねパリッとはですね例えばね昔の PC って PCI Express は乗ってるぐらいですよ当然 PCI Express は乗ってるぐらいなんだけど要するに PCI Express の補助電源のケーブルがないですコネクターがっていうやつに これを指すとですねビデオ機能だけは最新の生き返っちゃう生き返っちんですよだから延命できるんですよなるほどいいですねすごいんですよこれ実はいいじゃないですかいいですよはいだからね実はねこれ一押しとにかくね補助電源がないっていうのがねいいですね気楽でびっくりしますよ本当になぜで新製品お小さいやつ GT740740 はいええ もうバリッバリコストパフォーマンスがいい小粒でピリリとピリリと昨日手に入れたパリいうもリパリッパリのまだ動かしてもいないっていう大石エディションでメモリが1ギガっていうだから超お値打ち品でお安いですよっていうドスパラさんにも届いたばっかりっていうほらかわいらしいで当然どこにもですね補助電源はないこれいいじゃないですかいいっすよ これはいいです。ちゃんとね、HDMI もあるしね。おぉ、もうこれでいいじゃないですか。そうなんですよ。全然文句ない。うん。だから、静かだし、あの、ワッテージも、ワッテージで消費電力も低いし、なおかつ、その、要するにね、えコストパフォーマンスがいいっていう言方、さっきしましたけれども、えオーバークロックバージョンなんで、ああ、はい。あの、例えば、同系列の他社の製品と比べてパフォーマンスはいい。で、独自版で静か。なるほど。迷ったらこれ。迷ったらこれ。 いいややさっきも760でも同じこと言いましたからねあで言い忘れましたけどさっきのですね 750TI と一緒でこれも補充電源いらないんで PCI Express はあるんだけどっていうその旧 PC をこれをこれを入れればそうだなあと2年は戦える戦える戦えるっていうマシンに仕上げることができるんででまあできればね OS の方は WindowsXP じゃなくてもっとアップしましょうよとて話なんだけどまあまあこれでですねぜひぶっちゃけた話をしましょうすっごいぶっちゃけますからね今ねビデオカードは高いの買っとくとね大体安心さらにぶっちゃけましょうか悩むのも楽しみのうちだからパリッドの場合ドスパラさんですからドスパラさん行ってね あの高橋ってやつがやってるビデオを見てね混乱したと <laughs>、はいはい、パリッとのビデオカードにしようと思って見たら、はいええ、混乱したんだとで何使ったらいいかな、ええ、僕は何使ったらいいのかなって言ったら多分ドスパラのスタッフさんの方が<い>的確なアドバイスをしてくれると思うす、はい、なるほどこれあれですよねあんまりこうのこう個別的な対応ができないやつもんねまあまあそう <laughs> <laughs> それもまたお役所みたいなすっごいお役所みたいな <laughs> 個別の質問にお答えで確かますみたいなそこまで言いませんよお前が選ぶんだったらどれだと言われたら実はこうなわけだからマックスルを使ってみたいっていうのがあってやっぱりビデオカードかなったパフォーマンスでしょという世界ですよねタイタンズ E がいくらするんだできればググっていただきたいっていうあビングしていただきたいヤフーしていただきたいなるほど これでスポンサーになってくれると嬉しいですけど <laughs> 全部言っちゃう